皆さんこんにちは、サルです。今回はファイアライターズで、まあ、20個入って600円ぐらいかな。燃焼時間がまあ1本8分ということで、原産国スウェーデンの着火剤、成分は圧縮木材繊維に植物性ワックスと、はい、これもね一応試しておこうと思います。まあいろんなね燃料についてポケットストーブとのね相性をいろいろ調べてるもんですから、まあこれもねやっとかんわけにいかんかなと思って一応やっとこうと思います。水をねだいたい今 300cc ぐらい入れました。新品状態でこれ開けたんですけど、中開けるとねこんな感じでね20本入ってます。でそのうちの結構大きいんですよね、これこんなね塊になってるので1本取りにくいんですけどね、取りまして取れないこうかな、めっちゃ硬いはい、結構硬い。ここで吸ってねつけていきます。ワックスとかついてますのでしばらく持ってたらね、あの少々そよ風ぐらいだったらね消えませんので、火がついたら入れてやります。これでね、あの沸かなかった場合はねヘキサミンのね固形燃料を足して追加加熱してやろうと思います。もう半分以上燃えてるんですけど、まだちょっと沸騰する感じは全然ないかな。ちっちゃいね気泡もついてないので、このヘキサミン足そうと思います。これはねあの 4g の一番小さいやつ、こいつだけはね箱の中にね防湿パックなしでザバッと入ってる、だからね匂うというね、まあ、使いやすい反面匂っちゃうというね、そこがねちょっと痛いところです。ファイアライターズ1本ではね 300cc の水を沸騰させるのはちょっと厳しかったですね。まだかすかに燃えてるけどね、燃えた後はこんな感じです。余った湯はねこの水筒の方にね移しとけば湯たんぽになりますので。ちなみにこのケトルねアストロのやつですよ。動画見ていただいた方は分かると思うんですけど、落ちないんです、蓋がこんな風にね、分かりますかね、ちょっとグラグラはするんですけどぶら下がってる感じでね落ちないというね非常に優れものです。やっぱりファイアライターズは木質系木材系なのでススはめっちゃつきますよ。触るとねほらこんな感じ真っ黒になっちゃう。ちょっとウェットティッシュ1枚でね拭いてみましょうか。1枚ではどうにもならんかもしれませんが、そうですね1枚ではね真っ黒になるばっかりで焼け石に水ですね、大変だし、こう手にねいっぱいすすが落ちてくるんで余計にね状況が悪くなるというか、はい、なんだかねアルコール系メタノールとかねジェルとかね固形燃料とかねあっちの方がやっぱりこの手間がいらないですね。まあこのケトルはね普段は焚き火で使っててもうすすだらけなので持ち帰りをしないというかね移動しないんだったらね別にすすだらけのままでいいんですけど、まあ、手がねこんなになくなっちゃうんですよね。はい、爪の中なんか黒くなるとねもうちゃんと帰ってね洗剤で洗わないと取れないので、この手間をね省きたい場合はやっぱり木質系の燃料は使わない方がいいですね。おはようございます。とってもねいい朝です。朝のねポケットスタイルをやってます。早朝なんでねまだ相当寒いです。体操をねしてる方がいらっしゃったり、トランペットを吹いてる方いらっしゃったり、
まあね、市内にあるね公園なんですけどね、まあ、焚き火もねここはあのとうとうねコロナ禍明けで許可されましてね、なんならね焚き火台持ってきてもいいんですけど、気軽にできる方法ということでこのポケストスタイルでね今日も紅茶をいただいております。めちゃくちゃ空気が冷たいですね、まあ、雪国のね方から見ればね全然そんなことないんでしょうけどね。今日はねめちゃくちゃ冷たいのでね空気が多分湯を沸かしてもね紅茶入れてもねすぐに冷めちゃうと思ったのでこの鹿番長のねダブルボールのマグを持ってきてます。たまらんね体がね温まりますね。いやー今日もね雪が降ってます。寒いですけどねちょっとポケットスタイルでね楽しませてもらってます。風に対してね垂直にこの壁を立てるようにしてる感じです。風が強い。いやー過酷な環境だとねこの S ビットはありがたいね。固形燃料の方をね燃え切るとねアルミの皿が残るからねあれが邪魔なんだよね追加で燃やすときにね。いやー S ビットはねありがたいよ。こういう時はねほんとねこう両手で風を塞ぎながらねなんとかやってるんだけどねなんかいいね。ご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思ったらグッドボタン、あとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。